飯はこの後も怒涛の料理が2人目の中井さんも来る、ちょっとそこらへんちょっとね、ちょっと飯はまだかしら。あ、来る。あ、あ、来ますね、来てますね。あ、どうも。長い間中断をしていただきましてすみませんでした。はい。今お料理お持ちいたします。はい、ありがとうございます。ではちょっと、はい。まだ中井さんもね、いらっしゃるということですから、はい。さあ次はどんな料理が出てくるでしょうか。お、あ、どうも。失礼いたします。はい。あ、開けていいですか。はい。はい、ああ、おすましですね。はい。ハーモンのくず打ちパンでございます。はいはい。米のね。はいはい。はい、あ、あられですね、ありがとうございます。はい、あ、すみません、あの お名前は何とおっしゃるんですか。あ、次の料理もまたね、はいはいはい、君の名はっていう書き込みがお作りがね、はい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 、ありがとうございます。お、ウニですね、はあ、マグロ、関アジ、イサキ、はい、生ウニ、生ウニ、ありがとうございます。七夕森、七夕森ですね。あ、なるほど。あ、あのお名前は何とおっしゃいますか。加藤と申します。加藤さん、加藤さん、あ、以前にも加藤さんとかっていらっしゃいましたよね。あ、違った。そう、うん、加藤何さんとおっしゃるんですか。加藤美穂と申します。美穂さん、加藤美穂さんでございます。1回目の時に、あ、1回目の時言ってた。あ、それだ、じゃあその加藤さんか。去年、おととし。あー、加藤の乱。乱じゃないだろうって。二人目の加藤さんじゃないの。二年ぶりの加藤さんだったんですね。あー、それはそれは。お久しぶりでございます。気づいてた人いる？います、います。いる。あ、すごいね。これ見てる人やばいっすよ。見てる人。あー、すごいね。あー、そうですか。加藤さんの下の名前が美穂さんだというのを初めて明かされた感じですけども。あ、ありがとうございます。何年目なんですか、こちらは。あ、姫路なんですね。あ、そうですか。加藤さん派っていう。あ、加藤さん派が、派閥が、派閥が、いつも派閥ができる。そうですか、ありがとうございます。あ、それでは、はい、じゃあいただきます。じゃあちょっとおすましからですね、いただきます。あ、写真撮んなきゃいけないな。ですね、そうだ、加藤さん。2年目にいらしたんだな。おっとっとっと。それではいただきますよ。あ、おすまし。これ以上傾けないな。パソコンか。おすましいただきます。いいお味ですね。うん。そしてこのハモが、はい。もうハモの時期ですよ。夏のね、食材ですからね。ハモの骨切り。うん。はい、上手に骨切りされてます。職人技ですからね。うん、だから去年はリサさんと北浦さんだったんですよね。あ、あの器はこれね、アルミですかって書き込みありますけど、いや、塗りですね、これ。アルミではないです。木ですね、元は。うん、鈴でもないですね。鈴は熱伝導ある高いから多分持ってないんじゃないかな、熱くなって。
うん、うん、美味しいです。ハモを食べるとね、夏だなと思いますね。もう完全に夏の食べ物ですからね。ハモはね、生きのいい生命力の強い魚なんですね。だから京都で食べられるわけですよ。ほら、生きた魚ってほら、京都って海ないから、生きた魚持ってってもね、死んじゃうじゃないですか。昔は、今と違って生けすごと運べないからね。ところがハモはそのまま大阪湾から持ってっても普通に京都まで生きてるんですね。だから生きのいい魚っていうのは京都で手に入るのはハモだったわけで、だから京料理は夏はハモっていうのは、そういうね、歴史がありますね。先生、うん、あ、ボンですね。ではボンを、はい、はい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 、ありがとうございます。もうお酒冷めちゃった。新しいもの、冷たいものをお持ちいたしました。いや、違う違う、お酒自体が、あの、酔いが冷めました。失礼しました。酔いが冷めました。あの選挙のね、選挙の真面目な話をしてたので、ちょっといい感じで飲んでたのが今日は真面目モードになりましたよね。はい、ではいただきます。失礼いたしました。この、なんだろう、トローンとしてるんですよね、このお酒ね。そうなんか比重高い感じしますね。もうトローンとしてるんですね。やばいよね、これ。本当に美味しいです。はい、ではこれは、ね、お椀が終わって、お刺身は加藤さんですよ。2年ぶりですね。すごいですね。覚えてる人がすごいな。私、新しい人かななんて思っちゃった。気づいてた？気づいてた？気づいてない。みんな気づいてない。僕も気づいてなくて。新人さんかなって、加藤さんって前にもいたなって、加藤ってみんな言うからさ、名前だけは、加藤さんっていたなっていうのがね。登場してすぐに、加藤さんっていうコメントだったの。あ、そう。すごいね。分かって。ああ、本当に加藤さんだった。やっぱ加藤派はやっぱりね、そこみんな見逃さなかった。そうか。すごいね。すごいね。加藤さん派舐めんなっていう書き込みありますけど。そうか、2年間この日を待ち望ん、待って、辛抱して待っていたということですよね。では、関味、関サバ。関アジと、あいな、なんだっけ、もう、なんだっけ、関過去、ヘビローテしてるやつがいるって。うん、うん、美味しいですね。ちょっと七夕でほら、短冊になってるわけよ。こうやってね。短冊になってんです。うちの娘がね、2歳半ですけども、びっくりしたんですよ。ほら、あの学校にね、ほら幼稚園に入る準備をするね、学校に通ってるんですけども、やっぱその季節季節のね、いろんなものを作ってくるわけですよ。当然ね、あの七夕ね、笹の葉が玄関にあって、七夕だって言って織姫だ、あのなんだって言って、こう星とかね、ぶら下げて、でお願い事が書いてあったわけ。だ、まだ本人はあの字書けないんですよ。だから先生が、将来何になりたいって聞いたのを先生が書いてくれた。そのうちの娘の短冊がついてたんですよ。なんて書いてあったと思います？2歳半の女の子に将来何になりたいかって先生が聞いて、短冊に書いてあった。何だと思います？願い事。いや、これ聞いたことなかったからびっくりしたんですよ。ネギ食いたいっていう。ネギ食いたい。それ普段からしとるじゃないかいっていう。びっくりしたよ。食パンマンになりたいって書いてあった。そこ
食パンマンになりたい。いやーこれまで食パンマンがそんな好きだなんて知らなかったじゃん。アンパンマンはよく言ってましたけど、実は隠れて心の中でこう恋焦がれていた食パンマンになりたい。そこにいた。いやちょっとびっくりしましたね。ドキンちゃんでもない。あのドキンちゃん大好きなんですよ。ドキンちゃんが食パンマン好きなんですよ、うん、ああそうか、ドキンちゃんが食パンマン好きだから。そっち行ったか。深いな読みが。その可能性はあるな。なるほど、食パンマンになりたいっていう。びっくりしました私は。きっとなれるよ。本当かな。本当かな。適当だなんて。お、結婚フィーバーモード。ありがとうございます。そうか、加藤さん登場か。うん、鉄火のまきちゃん派。もうそう、鉄火のまきちゃん。鉄火のまきちゃん、いつになってもまともに鉄火丼、鉄火巻き作れないよね。いつになったら作れるようになるのかしら。お、加藤さん当時は嬉しい子さん。そうですか。うん、加藤さん派が盛り上がってますよ。瞬時にして見抜いてたらしいです。加藤さん、加藤さんって書き込みが最初からあったらしいんです。まさか覚えててくださるとは。すごい、だって僕があれって言ってんのにね、見てた人がね、加藤派なめんなって言われてた。はい、ありがとうございます。あ、加藤さんにも盆をっていう書き込みがあるんですけど。お酒は飲むんですか。あ、飲まないんですね。どうですか。残念ですけど、加藤さんはお酒を飲みにならないそうでございます。2年間待ってました。すごいな、加藤さん派なめんなって。すごいな。うん、このお店は中井さんが、皆さんとても素敵な方ですね。うん、新人研修してた。続々新しい方がいます。新人研修してたらしいですよ。来年以降ですね。66新人が。で、リサさんは？あ、そうですか。悲しいお知らせが。リサさんは退職なさったということでございます。去年ね、いろいろと。ね、黒船でしたね。うん、え、何？兵役じゃない。横浜のリアディゾンと言われてましたからね。リサディゾンって言わなかった？黒船来襲って言ってね。そうだ、だから米軍基地で働くって言ったもんね。あ、バイトしてたって言ったっけ。あ、米軍基地で働くのを志望してたって。あ、決まってたって言ったか。徴兵じゃない。アメリカ徴兵ないし。俺のリサとか言ってますよ。おもう死にたいな。そんなにですか。横須賀基地に行ったら会えるかもしれないよ。
徴兵に行けば会えるかもしれないよ。結婚あ、心理学やってる人だね。そうだそうだ、兵士のカウンセラーで、兵士になったらカウンセリングしてくれるかもしれないよ。うん、米軍の兵士で、そしたらリサさんに会えるかもしれないからね。じゃあ徴兵に応募するって人いるけど国籍変えて兵役に、兵役というか行かないとだよね。ちょっとこれ七夕、あ、国籍取らなくても入れる、はい、外人部隊頑張ると国籍が取りやすくなる。あ、国籍取りやすくなる。それで世界中から、ああ、世界中からね、なるほど。うん、お、お寿司、ありがとうございます。それうまく作って、リサさんに会いたくて、あの外人部隊に入るってよほどですねそれで PTSD になりましたって言ったらコスカに振るしとかはい、お願いいたします。なんか新人の方が入ってきたって聞きましたけど。はい、新人。はい、なんか新人研修してたって聞きましたけど。そうですね、はい。時々やっぱり新人さんっていうのは入ってくるんですか。はい、はい、定期的に。定期的に。はい、そうですね。今中井さんって全部で何人いるんです。全員で8人。あ、8人いらっしゃる。そうですか。へ、はい、なるほど。はい、ありがとうございます。間違えました。あ、これは終わってますね。はい、終わってます。失礼しました。緊張しちゃって。ねえ、いいえ。はい、マナガツオの西京焼きでございます、はいはい、付け合わせは、梅の甘露煮とおたふく豆でございます。はい、いただきます。マナガツオですね、はい、ありがとうございま す、はい、いま す、 います。マナガツオ西京焼きですね。では、あ、お寿司投げてくださいました、ありがとうございます。それでは、あ、お寿司2つ来ますね、ありがとうございますうわ、もう一個お寿司寿司タワーができそうな勢いです、ありがとうございます。寿司三昧って書いてますでは、よいしょ、切り替えっていつすんの。もう、もう行きますか。はいはい、よいしょ。では告知、告知してからね、はい、よいしょ、ちょっとこれ食べていい？あたはやきいただきます。ボンがね、止まらないですね、これね。皆さんもボンですか？ボンです。いや、ボンだと。この高い酒を去年飲めなかった。あ、去年飲めなかった車で、ね、あー、そっか、投げ盆栽だからね、これね。うん、うん、うん、西京焼きって私好きなのよね。うん、マナガツオ西京焼きでございます。これ今日ニュースやんのこれ。どうしたらいいかなと思ってたんですよ。聞くべきかな。最強焼き最強。あ、そう。あ、あの、お、なんだ、ボムンときました。あの不合格教科書、ついにあの、電車広告が、7月1日から始まりましてね、東京の三田線と、東武線直通の半蔵門線、はい、この2つの路線で、
広告掲示されてますので、ぜひ、ね、その路線の方は探してみてください。ステッカー欲しいっていう人結構いるんだよね。ステッカー売ってくれっていうね人いるんですけど、そんな余分に吸ってないんで、うん、中吊りじゃなくてあのステッカー広告です。あの窓のとこにね、ツイッターで上げてますから、その写真を見てみてください。文部省の最寄り駅お、梅がね、うん、うん、おいしいおいしい、うん、同人誌なのに電車航空普通同人誌電車航空しないよね。うん、あ、日本書紀入門もね、ありますあります、はい、うん、